今年の題名のない音楽会21は20世紀の名曲をシリーズでお送りしておりますけども、まあ、20世紀というからには当然ジャズも入るわけですよね。そこで、ジャズならばもうこの人というわけで、かつてジャズ評論家として鳴らした大橋巨泉さんにご意見を伺いました。はい、どんなご意見だったと思いますか？巨泉さんですか？あれもあるしこれもあるし決めらんないよみたいな感じだったんじゃないですかね。そう思うでしょう。ところが意外とね全く逆なんですよ。巨泉さんがおっしゃるには、ジャズに名曲は一曲もないないっておっしゃるんですか？おっしゃるんです。そこでジャズになぜ名曲がないのか、これは直接ご本人に伺うのが一番でございます。ということで今日はご本人大橋巨泉さんにお越しいただきました。大橋巨泉さんどうぞ。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ごきげんよう、大橋巨泉でございます。ようこそいらっしゃいました。お願いします。今高橋と聞いてました。巨泉さんがおっしゃるにはジャズに名曲なしというお言葉だったんですけど、これはどういうことでございますか？これはね、ジャズっていう音楽の、いわゆる内容とかかってるんですよね。はい、でまあ、この番組はクラシックが多いですから、はい、クラシックを取れば非常によくわかるんです。例えばベートーベンの大工だろうがモーツァルトだろうがリストだろうが書いた曲っていうのは200年300年経っても楽譜が残ってて、そのまんま、まあ、いろんなニッフィルが演奏したりボストンフィルハーモニーがやったりするわけですよね。でその表現に他者の違いはあっても、それは変えちゃいけないわけです。そうですよね。はい、ところがジャズの場合は今のは、デューク・エリントンのテーマソングである A 列車で行こうっていう曲なんですけど、今やったのはもうあれはシャープの、 あの A 列車で行こうであって、もうデューク・エリントンとは全然違うんです。つまりこれはもう羽健さんがよくご存知のように、ジャズの生命は即興演奏、アドリブですから、あくまで曲はそのメロディーなりハーモニーの進行を借りただけなんです。だから、誰かエリントンのと同じことをやったとしても、何の価値もないんです。これは確かにいい曲なんですけど、でも他の人がやると変わっちゃうんです。だそれを今日はね、まず実験的にやってみようと思いまして、今の曲覚えてますよね、今の演奏。あれと同じ A 列車をやりますけど、似ても似つかない、笠木静子さんではないかというブギウギでやります。おー、これは面白い。ザンガツ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 ン。曲は A 列車ですけど、今のようなスイングではなくブギウギで、はい、演奏は世良ゆずるトリオの皆さんです。
っていうのはやっぱりこうなんか聞いてて体が自然とこう動いてくる。そうですね、これは今世紀の初め頃アメリカで流行りましてね、でもう一回その40年ぐらい経ってからまたカムバックして、それでまあジャズ史上に残るようなブギウギのピアニストも残ってて、それをあの戦後暗くなった時に服部良一さんが東京ブギウギっていうのを書いて、はい、笠置静子さんが東京ブギウギ知ってんですか？まだ生まれてないでしょ。生まれてないですけどねでも、はい、本当に今日お見えの方では、うん、東京ブギウギかと、そしたらもうヒットしちゃって、買い物ブギとかホームランブギとか笠置さんだけで随分できたんですけど、ですから、何もジャズは、はい、曲はですね、アメリカの曲である必要はないんです。例えば今やモダンジャズメンならみんなやりますけど、枯葉ってあるでしょ、はい、あれは元はジョセフ・コスマでエディット・ピアフが歌ったシャンソンですよね。ですから日本だって亡くなった越井吹雪さんなんか枯葉よってやってたでしょ、はい、あれですからシャンソンなんですよ。でもジャズの曲になっちゃった、だから素材なんですよね。ですから枯葉もやり方によっていろいろ違いますけど、セラにやってもらえますか。そうですね、その枯葉をぜひセラ・アイズル・トリオの演奏で聴いてみます。はい、お願いしたいと思います。
ましたけど、先生さん、先ほどアドリブによるその個性っていうのは大切だというお話ありましたけど、はい、どんな方法も可能なんですね。ただし原曲の持つさっき言ったハーモニーの進行とか、うん、曲奏は逸脱しないという、うん、何でもいいからやってもいいってもんじゃないんですね。ですから素材は何でもいいと。まだなんだ枯葉なんかみんなやってるじゃないかと思ってる方が多いと思う。あなた方のも読めてる考え方もね、そうでしょ、誰でもやってる。じゃあ今日もう極めつき、はい、童謡をやります。日本のどなたでもご存知の童謡をジャズにしちゃうんですか。これなら驚くでしょ。ジャズに名曲の仕事ちょっとびっくりしますね。まあ聞いてみてから、逆にご感想を伺います、じゃあお願いします、花嫁に。花嫁御霊はなぜ泣くの、泣いた理由が分かりました。これはね、準備に忙しくてね、この花嫁さんは朝美容院へ行く時間がなかったんです。なぜかというと頭がボサノバだった。なるほど、あ、そういうことであなたはピアノをやめて司会者になった。やめてないんですけどね、はい、ここからお話に白さんも加わっていただきたいと思います、はい、今のもちょっとボサノバ調の8ビートで、はい、自分のあれですよ、はい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 。いやね、ボサノバって言えばね、ブラジルでしょ、うん、だけどね、これ合うんだね、こういう、もうぴったり、ね、ぴったりで、6月だとジュンブライトだから、うん、それで、ちょっとやってみたわけで、世良さんは今年で音楽生活50周年を迎えられた、はい、そうなんですよ、まあ、いえ、とんでもないですね、50年ないですから、世良さんにちょっと伺いたいんですが、巨泉さんがジャズに、まあ、名曲なしと、うん、まあ一言でおっしゃれば、はい、そういうことを議論で持ってらっしゃるんですが、そのご意見に関して世良さんはどう？うん、まあ彼とはもう古い時からなんですけど、大体そういうのが僕がそう思ってたんですよな、うん、そうだったよな、まあ、やっぱり曲はあっても結局演奏者によってね、名曲にもなるしね、なんか変な曲にもなるっていうのが、うんうん、どうしようもないね、どうしようもないなるのが、僕はそういう持論があったんですよ、うん、
それとやっぱり演奏している時のコンディションで、弾いている場所の状況ですとか共演者とか、うん、そう楽器の状態とかによって音楽は生き物ですから、うん、はい、いい演奏になったりそうでなくなったりってことも多いですね。うん、羽田さんにはこれ言うと一番よく分かるんじゃないかと思いますけど、アマデウス、はい、映画、うん、僕が大好きな、ミロシ・フォーマンの映画なんですけど、あれでモーツァルトの生涯を描く時にサリエリが曲を書いて、皇帝のところに持っていくと、はい、あ、これこれはこういう風に弾いた方が面白いよって、うん、あ、もうアドリブしちゃって、でサリエリがもう恨みを抱くシーンがありましたよね。で、大体モーツァルトなんていうのはいきなり自分の第一のテーマを作ったらそれをどん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 第二楽章の第二三楽バリエーションしますね、うん、ただしそれはモーツァルトが楽譜に残しちゃったから後の人たちはそういう風に弾かなきゃならないです。だからジャズの場合はそれをどん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 自分なりに変えると思っていただければいいわけです。ただし、うん、ジャズの曲の中でも最初のテーマをやってそれを我々の方じゃセカンドリフっていうんです。さっきのシャープが A 列車をやったように、それでまた第三のリフまで、つまり第三楽章まで書いてジャズの曲を作ったような人がいるんです。でその人は僕は世良も僕も大好きなんですけど、ホレス・シルバーってまだ生きてます、はい、ピアニストで。羽田さんも聞いたことあるでしょ、ホレス・シルバー、この人はアドリブもうまいですけど、そうやってコンボのために曲を作ってそういう第二楽章第三楽章を書いたことではモダンジャズ史上もう永遠に残る人なんです。そうですね。で今日は世良に頼んでそれをさっきの二巻でやってもらおうと思います。はい、お願いします。はい、はい、曲目は、はい、これはね、はい、シスターセイディ、はい、はい、それでは世良譲るクインテットの演奏でシスターセイディです。